こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が独自に開発を行い、予定よりも遅延しながらもなんとか完成させた空対艦ミサイルが ASM-3 であり、超音速のマッハ3の速度を誇るものとなった。世界各国の同クラスの空対艦ミサイルは、その速度によって音速を超える超音速と、音速と同等の亜音速の2種類に大別されているが、どちらかといえば超音速型は少数派だ。ASM-3 は、その最大の特徴ともいえるマッハ3の速度を実現するために、ラムジェットと固定ロケットという2つの推進方式を組み合わせた機関部を持っている。これにより、発射直後の急加速時をロケット推進で担い、音速到達後にさらにラムジェット推進を加えることで、最高速に到達する仕組みとなっている。ASM-3 は、前機種である ASM-2 よりも全長では、2メートルほど大型化した6メートルとなっており、直径は同様の35センチメートルのため、見た目は細長くなった印象がある。この2メートル延伸された全長の中には、ASM-2 には実装されていなかった、アクティブレーダーとパッシブレーダーの複合追尾の機能が盛り込まれている。ASM-3 は、航空自衛隊の F-2 戦闘機に喧嘩して運用するミサイルとして開発されており、開発当初の射程距離はおよそ 200km の性能であり、この点は ASM-2 と大差はなかった。ここで注目すべき点は、 ASM-3 を運用するのが F-2 戦闘機と想定されていたことおよび射程距離であり、ここに来て、その2点が問題点として、クローズアップされることになったのだ。ASM-3 自体は空対艦ミサイルとしては、ステルス性能を備えており、その意味では、ミサイル単体を迎撃することは、困難だと言えるのだが、母機の F-2 戦闘機には、ステルス性はない。加えて、ASM-3 の 200km という射程距離の圏外から迎撃可能な艦対空ミサイルを仮想敵国である中国海軍が配備し始めたことが懸念材料として浮上してきている。つまり F-2 戦闘機は目標とする敵艦まで 200km の距離まで近づく必要性があるにもかかわらず、敵にレーダーで捕捉された場合、その圏外から迎撃される可能性が出てきたのだ。であれば ASM-3 を最新の F-35A ステルス戦闘機に搭載でき、レバ問題はないのではないかと思われるかもしれないが、そこがうまく対応できない部分となっている。全長6メートルの大きさの ASM-3 は、F-35A ステルス戦闘機の胴体内のウェポンウェイには格納することができず、喧嘩の場合、F-2 戦闘機と同様にステルス性を失うことになるためだ。そこで、この問題点に対応するため、防衛省では ASM-3 の射程距離を 200km から倍に相当する、400km 以上に延伸する開発に着手することが明らかとなった。これにより、母機となる F-2 戦闘機のステルス性はなくとも、敵艦の射程距離外から攻撃を実施できる体制を再度担保しようという意図が見て取れる。これは2019年3月に発表されたいわゆる
新防衛大綱で打ち出された方針であり、一旦開発が完了した ASM-3 が実戦配備されることはなく、再開発を迎えたという異例の事態でもある。ここでは、敵の射程外からの攻撃能力をスタンドオフ防衛能力と表現し、増強され続ける中国海軍艦艇の防空能力をさらに上回る空対艦ミサイルの必要性が言及されている。ただし、ASM-3 については、その最大の特徴である超音速について、一部からは否定的な見解が囁かれていることも事実としてある。先に述べた全長の大きさも相まってミサイル本体の重量は約 960kg とも言われており、これは約 500kg だった ASM-2 のおよそ2倍にも当たる重量となっている。その重量は実装する F-2 戦闘機において、如実に差が生じることになり、ASM-2 であれば4発実装できたものが、ASM-3 では2発と重量に比例した数量の減少が避けられない。つまり、これは同じ打撃力を作戦行動時に得ようとする場合、2倍の戦闘機の数を必要とするということであり、運用面での大きな課題につながると考えられる。また、そもそも超音速である理由は、速度で敵艦船からの迎撃可能な時間を減少させることを目的としたものだが、思うほどには迎撃は困難ではないとも指摘されている。故に、命中率を重視したアメリカなどでは、亜音速のステルス性を高めた空対艦ミサイルが主流となっており、効果を考えた場合、そこまでの優位性はないという意見も聞かれる。ただ、反面、そうした否定的な意見のみではなく、F-35A ステルス戦闘機用に採用が決定したノルウェー製の JSM ミサイルは亜音速であり、それのみでの運用を不安視する声もある。日本以外の超音速対艦ミサイルとしては、ロシアとインドとが共同開発したブラモスが存在しているが、こちらも最大射程は約 300km と ASM-3 改良型よりは短い。そうした数値上の面から言えば、ASM-3 改良型は世界最速、最大射程の対艦ミサイルとなる可能性を持った存在とも言えそうだ。